せーの。あれ。せーのと言われたね。どうも。スカイピース。イエーイ。ということで、はい、ついにスカイハウスにやってきました。イエーイ。まあ、今回はですね、ジンタンに出会って5秒でコラボするけど、うん、全く盛り上がらないドッキリっていうのをまあやりたくて来たわけなんですけども、はい、ジンタンですね、まだ何も知らないと。知らないね。まだこれで今スマブラやってます。スマブラしてるということなんで超雑ドッキリなんですけども、その内容っていうのがテオ君役俺でもバレない説。ジンタンはまだメガネかけてますから多分目が悪いと思う。いや、だってね、だってね、多分顔の形ちょっと一緒なんで、長細いから多分大体一緒なのかなと。一緒一緒一緒って言うと、あのスカイファンたちに送るスカイファンっていうのとファンと総称ある。テオファミ、あ、テオファミ、ジンクラ、ジンクラテオファミさんには怒られちゃうんで、はい、あのあれですけども、もしかしたら相方のこと見えてない説もあるって。体型で、体型結構あの細身のね、くり身長何センチ？174。おお、175。一緒一緒。人間という視点で見たら、シルエットはもう全く一緒。じゃあいけんじゃねえかということで、じゃあそれで行ってみたいと思います。やっていきましょう。それでは、メイクイットパステオービズスカイハウス。イエッ。知らねえ。決めないと。はい、すごいなこれ。よいしょ。やば、ゲロ守るこれ。意外にね、フィギュアとかあるんですよね。フィギュアとかね、可愛らしいお部屋ですね。これが用か。なるほど。僕から撮影したいのがあって、いいね。あれもこれも全部やばい。いきます。あ、せーの、ゴー、スカイピース、イエーイ。ということで今日の企画はですね、はい、持ってくるんでちょっと待っててください。おー、あんな準備してたのに部屋あるんだ。待っておけ。待たせて。なんか結構結果だった。いや、すっごい正解、あのネット対戦するんだもん。びっくりした、俺なんか逆にドッキリかけられてるかなと思って、ちょっと疑ってたわ。なんかあれ、コラボされるも実は断られてて無視されてるドッキリ。これが先代かと思って。じゃあちょっと着替えますか。着替えましょう。いい。中長くね？準備長くね？今ツイッター見てます。先生、準備長くね？はい、というわけで着替える前ジャンプしてないの。そうテオです。ハラちゃんです。どういうテンションだよ。どういうテンションいつも。え、もうバック上げる。そう、バック上げるんだ。テオです。俺でした。柴田さんみたいになるから。テオでーすみたいな。上げときは、上げときはない、上げときは、上げときはバレない、上げときはバレない。ちょっとテンションで判断すると思うんですけど、あの見えてない。じゃあ行ってきます。こっさあ、せん。怖っ、誰か来んじゃん。怖っ。愛のドッグ来んじゃん。西村本郷か、藤田ニコルか、それとも…ザザハナオ。そう、企画何やろうかな、企画何やろうかな、企画何やろうかな。リーダーやるよ。あぁ何してた。テオくんが死んだ。え、
どうしたのジンタ。鼻輪やん。何言ってんのジンタ。何言ってんのジンタ本当に。おかしいよ。ごめんごめん。ジンタやるよ。せーの、どうも。スカイピース。イエーイ。ジンタの方のポーズしてた。こう。こうよ。あ、こうか。え？ヒュー君じゃないんじゃないの？周期的に入れ替わるやつあるやん。いやいや、整理じゃねえんだよ。なめ嘘でしょ。嘘でしょ。びっくりしたんだけど。そうなの？普通本当この役、この役しんどいんだよ、結構。この役しんどいんだよ。口の中パサパサで、肌乾いてる。唇ついちゃう。唇ついちゃう、本当に。嘘でしょ。何やんの、今日。いやいや、手を組んでくれるね、あ、そうなの？じゃあね、今日の企画はね、アゴ出しゲーム。イエーイ。アゴ出しゲーム。アゴ出しゲーム。アゴ出しゲーム。アゴ出しクイズ。クイズ。クイズなのゲーム。どっちかわからん。テオくん。どうぞ。テオくん。アゴをいっぱい出したのか。あ、それ進めんだ。アゴ出したのか。いや、今思ってたけど。どうしよう。どうしようじゃん。鼻を。イエーイ。鼻。遅えよ鼻を。鼻をやで。あれ？すまんけど。ざちいな。ざちいな。挨拶して。あの弱すぎて見えないぞ。鼻の挨拶して。ピッピッピッ。ダメだ。にわかすぎた。ピッピッピッ。ダメだ。にわかすぎた。にわかすぎた。お互いににわかすぎた。ピッピッピッ。やべえだろ。登録者何人だよそれ。はい、ということで、うん、ジンタンあんま見えてなくて、テオくんと鼻でもわからない説。視力悪すぎて。いや、わかるわ。テンションだけ、テンションだけで判断してる説。なる。顔見ないで。テンションだけで判断してる説どうでした？違いました。見えてた、ちゃんと見えてた。顔しっかり見えてたよ。そっか、しっかり見えてたよ。